ただきます。さあ、まあ、まずサラダやで。何おかしい、何おかしい、おないね。え貸して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 、何がまあ、ええわ、映ってない。おいしい、うん、ええことよ。うん、美味しいよ。うん、玉ねぎが辛い。こんなことない、うん、全然辛いです、うん、よく噛んで、うん、あの50度のお湯浸してるから、うん、大丈夫だ。ほんでシャキシャキなんやろか、うん、玉ねぎやっぱりこう辛みがあるね。何の辛みなの？玉ねぎ。うまいよ。うん。おばあちゃんさ、おいしい。うん。じゃあ、やばい。うん。ドレッシングの感じじゃない？違う。これから一番最後食べたらいいですよね。うん、お野菜で一番先食べたら、うん、上の目安とこか、目安じゃない、もう食べるようにしておこうか。ああ、ええ、あとで、自分です。いや、割ってないって。割ってちゃんと作ったのか。まあ、食べや。そう、そんなからのことよ。うん。だからまだええ。さあ、これ食べてみよう。これどうやろう。おふうだろ。おふう、これこうやったおふう。すごい入ってた。おふうこうだって、味がすごい春秋、これ美味しい。お、また作ってもらおう。また作って。体料理だし、これすごく、うん、
そんなん好きやもん。いや、美味しいね、これ。さつまいも。美味しいね。ねえ。コクがある。無人はちょっと入れて。うん。無人と大きいはちょっと入れてた。本当美味しいね。うん。これ今日は綺麗にできちゃうやない、うん、あ、パリパリやね。お肉はいいやん、いいやん。お肉はないけど、コロナが入ってるからね、餃子から、うん、餃子体にいいやろ、野菜も美味しい、うん、お買い物に行ったら十分できた。あー、これは美味しいね。あー、美味しい。安くなったもんね。焼き方で味が変わった。うん、手の方が美味しかったこの、家でもこのパリッパリの感じができるのがいいね。餃子のこれはうまいわ、うん、パリッパリってなんか歯ごたえって美味しいやん。で、噛んだら噛んだで、中から出てくるやつ、具材が、旨味が。また取ってくださいね。わかりました。楽な、すごく。あ、そう？だって、あの、また海の、スーパーなんて置いてるのとは全然違うから。うん、違う、違う。ご飯も美味しいね、食べて。うん、おかわりした。うん、この餃子美味しいわ、ほんま。え、この餃子美味しい。確かにパリパリだね。うん、まああの、お取り寄せでおすすめになるぐらいのことあるね、やっぱり。うん、美味しい。なんぼでも食べるぞ、これ。ビールがあったら最高やね。でもこれも美味しいよ。味しいんじゃよ。うん。